インテリアとか住まいを整えることで、その人がなりたい自分だったり、期待人生を生きるための手段として使えればいいなと思っています。住まいとかって皆さん多分一番長くいらっしゃる場所じゃないですか。 なのでそこがすっきり気持ちよく整っていたりとか暮らしやすかったりとか自分がくつろげたりすることでその人の気持ちだったりとか過ごし方だったり考え方だったりにはすごく影響すると思ってます例えばすっきり片付いた家だったとしますすっきり片付いていてインテリアも整っているとするならば すごく相乗する手間も楽だったりとか人を呼びたくなったりとか人が集うことで楽しい時間が過ごせたり新たなアイディアが会話から生まれたりとかどん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 その整っていることで行動が変わでも考え方が変わって考え方が変わると習慣が変わって習慣が変わると行動が変わって行動が変わると私は人生が変わると思っているので小さなことなんですけどもそれは波及していって最後に人生が変わるところまでいくと思っています。まあ、確かに こういうい仕事をしてない方に対してはすごく何から始めていいんだろうとか,なんか何かしっくりこないけどどこがしっくりこないのか分からないっていうことがあると思うんですけど、まあ、そういう時にはあのちょっとしたコツを押さえればご自身でできることもありますしあのもっとしっかりやりたいってなればあの依頼をいただければ <laughs> いいかなと思うんですけども。 皆さんな何々スタイルにしたいとか何々系にしたいとかあるんですけどそういうのよりも何よりもまず自分がどう生きたいのかどうなりたいのかそこを主軸としてまず考えた方がいいと思います全然正直インテリアには関係ないことだと思うんですけどあのインテリア素敵なインテリアに のうちに住むために私たちは生きているのではなくて、まあ幸せとか幸せなあたりとか生きたい人生を生きるために私たちは生きているのであって、まあそこの目的をしっかりクリアにしたためクリアにして、そのためにどんな住まいが必要かというところを考えていった方がいいかなと思います。私お客様との打ち合わせの時にどういうふうになりたいですかとか、どう過ごすことが好きですかとか、なんか。 そうです、ね、なんかなりたいものありますかしたいことありますかとかっていうのはすごい聞きますねあんまり何々スタイルが好きですかとかどういうのにしたいですかとかはなんかどういう色がいいですかとかはほとんど聞かない色なんて最後にちょこっと聞くぐらいですね好きな色とかは。 まあ生き方というとすごくなん壮大なテーマな感じがするんですけど、まあ、でも生き方も何も毎日の生活の積み重ねがその生き方になっていくと思うのでその毎日の生活をどう過ごしたいかどういう気持ちで過ごしたいかどうありたいかっていうのを聞いてそうなれるような住まい作りとかインテリアをご提案するようにしてます。 会社の経営者の方からのご依頼だったんですけれども、まあ、経営者ということですごくお仕事中はいろんな責任であったりとかいろんなプレッシャーがあったりとかするんですけど家に帰ってきたらもうただただくつろぎたいって言っておっしゃってましたその方の好きな時間というのがまあ入浴したりとかその後ゆっくりすることがお好きなんですけれどもそういう方にはあの本当にゆっくりして。 あの仕事からオフするようなす、すごくリラックスできるような洗面台とかをご提案させていただきました。まあ、照明も暖色系。オレンジ系の暖色系の照明にしたりとか。あとは間接。照明パッキーンと当てるんじゃなくて、もう空間全体を柔らかく間接照明に当てたりとか。あと女性だとあれだ。 アクセサリーが好きな女性とか多いと思うんですけどやっぱりキラキラつやつやしたようなタイルをあの自分の目線のところに貼ってあげてそれを感染証明で照らしてあのホテルのような洗面台というんですかねご提案させていただきましたすごく喜んでくださってもうあの見た瞬間ご新築の見た瞬間もう啓発的っていう感じで喜んでくださいましたい、嬉しいですね人の役に立てるって嬉しいことですよね お部屋のインテリアを考える際、アイキャッチについて考えることもとても大事です。皆さん、アイキャッチという言葉ご存知でしょうか。とアイキャッチとはその名の通り、愛をキャッチ。視線を捕まえるような、視線が行く先のアイテムだったりとか、飾りのことを指します。と我が家のダイニングルームのアイキャッチはこの照明です。 えっと、ご覧いただいた通りご覧いただく通りあり本当にシンプルで物があまりなくて色がたくさん使ってない我が家なのでもし何もないとのぺっとした下手なあの印象になってしまうんですがここにこういうちょっとオブジェのようなライトを置くことでお部屋に入ってきた瞬間に目が行きでもお部屋がのインテリアがメリハリが出てアイキャッチがとても大事だと思います。あと こういういうな照明を使えない場合、照明がもう決まってしまっている場合とかはお部屋のコーナーにちょっとお花を生けてあげたりとか季節の飾りを何でしょうオーナメントを飾ってあげたりしても素敵なキャッチになると思います。